詩編第七十八編「私の民よ、私の教えを耳に入れ私の口の言葉に耳を傾けよ私は口を開いて例え話を語り昔からの謎を物語ろうそれは私たちが聞いて知っていること私たちの先祖が語ってくれたことそれを私たちは 彼らの子孫に隠さず、後の時代に語り継げよう。主への賛美と道からと、主の行われた楠しい技とを。主はヤコブのうちに里子を置き、見教えをイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じて、これをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため。 彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その王政を守るためである。また先祖たちのように、彼らが堅くなで、逆らう世代のもの、心定まらず、その霊が神に忠実でない世代のものとならないためである。エフライムの人々は矢を継がえて弓を射るものであったが、戦いの日には退却した。 彼らは神の契約を守らず、神の教えに従って歩むことを拒み、神の数々の見技と、神が見せてくださった多くのくすしいこととを忘れてしまった。神は彼らの先祖たちの前で、エジプトの地、草ンの野で苦しい技を行われた。神は海を分けて彼らを通らせ、咳のように水を立てられた。 神は昼は雲を持って彼らを導き、夜は夜通し炎の光で彼らを導いた。荒野では岩を割り、深い水からのように豊かに飲ませられた。また岩から数々の流れを出し、水を川のように流された。それなのに彼らはなおも神に罪を犯し、砂漠で糸高き方に逆らった。 彼らは欲するままに食べ物を求め、心の内で神を試みた。その時彼らは神に逆らってこう言った。神は荒野の中で食事を備えることができようか。確かに岩を打たれると水がほとばしり出て流れが溢れた。だが神はパンをも与えることができようか。ご自分の民に肉を備えることができようか。それゆえ主は、 これを聞いて激しく怒られた。火はヤコブに向かって燃え上がり、怒りもまたイスラエルに向かって立ち上った。これは彼らが神を信ぜず、ミスクに信頼しなかったからである。しかし神は上の雲に命じて天の塔を開き、食べ物としてマナを彼らの上に降らせ、天の穀物を彼らに与えられた。 それで人々は見つかいのパンを食べた。神は飽きるほど食物を送られた。神は東風を天に起こし、道からをもって南風を吹かせられた。神は彼らの上に肉を塵のように、翼のある鳥をも海辺の砂のように降らせた。それを宿営の中、住まいの周りに落とした。そこで彼らは食べ、十分に満ち足りた。 こうして彼らの欲望を叶えてくださった。彼らがその欲望から離れず、まだその食べ物が口にあるうちに、神の怒りは彼らに向かって燃え上がり、彼らのうちの最も頑丈な者たちを殺し、イスラエルの若い男たちを打ちのめされた。この全てのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の苦しい技を信じなかった。 それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。しかし、 また彼らはその口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし、哀れみ深い神は彼らの戸賀を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、生き通りのすべてをかき立てられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、 吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。いくたび彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵からあがない出してくださった日をも覚えてはいなかった。神がエジプトで印を、 アンの野で奇跡を行われたことを。神がそこの川を血に変わらせたので、その流れを飲むことができなかった。神は彼らにアブの群れを送って彼らを食わせ、カエルを送って彼らを滅ぼされた。また彼らの作物をアブラムシに、彼らの勤労の実を稲子に与えられた。神は氷で彼らのブドウの木を、 稲妻で彼らの一軸具合の木を滅ぼされた。神は彼らの家畜をひょうに、彼らの家畜の群れを疫病に渡された。神は彼らの上に燃える怒りの激しい怒り、憤りと苦しみ、それに災いの見ついの群れを送られた。神は右怒りのために道を鳴らし、 彼らの魂に死を免れさせず、彼らの命を疫病に渡された。また、エジプトのすべてのウイゴ、ハムの天幕の彼らの力の初めの子らを撃ち殺された。しかし神は、ご自分の民を羊の群れのように連れ出し、家畜の群れのように荒野の中を連れて行かれた。彼らを安らかに導かれたので、 彼らは恐れなかった。彼らの敵は海が包んでしまった。こうして神は、ご自分の聖なる国、右の御手で作られたこの山に彼らを連れて行かれた。神はまた彼らの前から国々を追い出し、その地を相続地として彼らに分け与え、イスラエルの所属を各々の天幕に住まわせた。それなのに、 彼らは糸高き神を試み、神に逆らって、神の聡しを守らず、元に戻って、彼らの先祖たちのように裏切りをし、たるんだ弓の矢のようにそれてしまった。また彼らは、高きところを築いて神の怒りを引き起こし、刻んだ像で神の妬みを引き起こした。神は、聞いて激しく怒り、イスラエルを全く捨てられた。 それで、城の見住まい、人々の中にお立てになったその幕屋を見放し、道からを虜に、見境を敵の手に委ねられた。神はまた、見た目を剣に渡し、ご自分のものである民に対して激しく怒られた。火はその若い男たちを食い尽くし、その若い女たちは婚姻の歌を歌わなかった。その妻子たちは剣に倒れ、 やもめたちは泣き悲しむこともできなかった。その時、主は眠りから目を覚まされた。武道主に酔った勇士が覚めたように、その敵を打ちしりぞけ、彼らに永遠のそしりを与えられた。それで、ヨセフの天幕を捨て、エフライム族をお選びにならず、ユダ族を選び、主が愛されたシオンの山を選ばれた。主はその聖女を、 高い天のように、ご自分が永遠にもといを据えた固い地のように、お立てになった。主はまた、しもべダビデを選び、羊の檻から彼を召し、父を飲ませる召し羊の番から彼を連れてきて、三民ヤコブとご自分のものであるイスラエルを牧するようにされた。彼は正しい心で彼らを牧し、英知の手で彼らを導いた。